そうですね、あまりこう角が立つことを言うと、<laughs> <laughs> あれなんで、平本選手のファンも怖いですからね。今回、この試合のテーマとかありますかテーマ、まあ、本当に勝ちたい気持ちが強いので、そのために最短というか、最善というか、それを作戦をこう実行したいなっていうのはありますね。何度も聞かれてると思うんですけれども、はい、あの平本選手との試合、オファーが来た時は、どういう心境だったんでしょう。はいはい あの時はそうですね自分に来たかみたいな感じはありましたけど <laughs> 大みそかに発表したいっていうことだと思ったんで、うん、あまり長い時間かけずに今決めなきゃいけないことなのかなとは思ったんですけどねやるにはいい相手だなっていうふうには思いましたね。はいう部分においてはど,どういう意味がありますかそのやっぱり彼のキャリアが少ない いろ、ね、ん,んな人にいろんなこと言われるんですけど、はい、ま,あまず試合面白くなるなっていうのはすぐ思ったんですよね、自分で。のその時はまだこう日程とか会場とかは、うん、あの発表されてなかったと思うんですけど注目されるだろうし、うん、自分としてはすごいこう練習を頑張れるかなみたいなものは思いましたね平本選手の前回の、まあえー、ドミネーター戦を分析されて、はいはい、あの展開になった理由っていうのはどう分析されてるんでしょうか。 あれはやっぱり平本選手サイドの作戦がはまったというか、いう,ふうには見てましたね戦前からいろいろこうギリギリまで、ね、いろんなことがあって、ドミネーターさんは気の毒だなと思いながら僕は見てたんですけど、それも含めて平本選手サイドのいろんなそういう策略というんですかね、作戦がはまった試合ですかね、はい。展開的にはやっぱり自分のこう空間を作るのが上手なので。 そこにうまくこうはめたなっていうふうには見ました。体重問題とかやっぱそういうのもありつつ相あ手あ展開になった、はい、ってことですかね。そうですね。結果論ですけどね。うん、そういうふうには見えましたね。うん、ご自身の戦いでは相手展開にはもちろんならない。どういうふうに出てくるかわかんないんで、うん、それ次第かなとも思ってますよね。うん、平本選手が空手の稽古をしているてことに対しては、はい、どう評価してますか。空手に関しては、僕の想像の中での話なんですけど、はい、空手のエッセンスを 自分の持っている打撃の技術だったり MMA というものに生かしているというかアジャストするというのかな、うん、エッセンスの1つとして取り組んでいるのかなというふうには見えるんですけど本人がどういうふうに思ってやっているかはちょっと分かんないですね、うん、その空手の技をエッセンスを使って、はい、MMA にというところは自分の中では脅威の部分ってあるんですか、はい、うん極端なそういう空手スタイルの選手と僕が対戦をしたことがないので。うん どううなんだろうやっぱりいいところと悪いところがあると思いますよね、あのスタイルには例えばですけど、その際,際においての,その打撃とか、はい、距離が短い中での打撃っていうのはどうなのかなって、ちょっと、はい、そういうところも分析されてるのかなと思った接近戦に関しては、多分平本選手、昔からインサイドパンチっていうんですか、はい、は得意だったと思うんで、うん、そこは多分ボクシングの技術を使うと思うんですけど、うん、空手でこう、やっぱ前を作るのがやっぱ上手ですよね、うんはい、構え方とかも含めて。 っていう,ふうには見えますねまあ,あとはピンポイントでの当て方ですかねなんか素手でサンドバッグ打ってたりとかっていうのを練習公開してましたけども、はい、そこら辺のなんかピンポイントで当てられる怖さっていうのはどうですかまあピンポイントでもらったら誰のパンチでも聞くと思いますね <laughs> 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 あのそれをさせないために攻防があるんだと思うんですけど、はい、もらったら誰のパンチでも効いてしまうから。 うん、もらいたくはないですよねなんかうまいのかなと当てるのがうーんやっぱ自信を持ってるところがありますよね打撃戦の中でもここにはめたら自分で勝てるっていう、うん、彼の中で見えてるものがあると思うんですけど、うん、そこにはハマりたくはないかなとそうさせないための練習をずっと今されてきたってこと、ね、そうですねいろいろ想定してやってる感じですね、うんまあこれで まあ、朝倉選手が勝って、平本選手と対決みたいなことで結構騒がれてはいますけれども、はいはい、そういったことは耳に入ってきてると思うんですけど、ご自身ではどう思われるんですか、僕の近くでいないんですけど、騒いでる人は。あ本当ですか世間的には結構大きくなってるんですか <laughs> ファンがやっぱそういうの見たいとか、うん、多分あれですよね、浅倉選手サイドと平本選手サイドの応援団というか、はい、のぶつかかりということですかねどうなんですかね、公共的にはね、売り上げ見込める試合を組みたいっていうのはあると思うんですけど。 今回は自分分が勝つので多分ななないいんじゃないかなとやっぱりね、そういう対戦っていうのもタイミングだったり時期だったり流れっていうのがあると思うんでそこはちょっとまだ全く僕は考えてないというか、うん、あんまり SNS 最近見ないんでわからないですよね、うん、<laughs> 人ともあんまり会ってないんで僕、うんうん、の周りにはあんまりいないかなと思いますありがとうございます。はい 今回の試合、ですね、えー、状況としては3連敗中で迎える試合ということなんですけど、はい、そこに対してのプレッシャーみたいなものは感じてらっしゃいますでしょうか勝ち続けてるとき、負け続けてるときって、心境いろいろ違うんですけど、前回の試合から結構空いてるっていうのもあって、心も体もなんか別のような、はい、自分勝手にそういうふうに思ってるんで、あんまりこう、ネガティブな感情というよりは。 というかこの試合集中して勝ちたいっていうふうに思って前向きな気持ちで取り組んできたつもりなんで試合にも出るんじゃないかなっていうふうには思ってますね空いたことでこう気持ちもリセットされた部分もあるって,って、ね、うんは、まあ、あると思いますねいろんな人に明るくなったねって言われまで暗かったんです、ね、もともとこういう感じなんですけどなんかあるみたいで <laughs> ちょっとやっぱり重圧が、うん、悲壮感が出てるときとかもあるみたいなことをいろんな人から言われると、まあ、そういう時期もあったなーなんて今は。 思いますけどね今までと少し違ったメンタルで試合に臨めそうな感じもすするそうですね前はずっとこういう気持ちでやってたつもりだったんですけど、うんまあ、いろんな、こうありますよね流れだとか歯車、うん、いろんなことがあると思うんで、うん、気持ち新たに言って言ったらちょっと違うかもしれないけど前向きな気持ちで試合に行、うんはい、けると思います今日の公開練習では新しいスタイルを見せていただいて、はいはい、あれはその秘策として。 サウスポーに構えたそれを試合でやると <laughs> いうことですね <laughs> どんな情報でも見せないという形で考えたんですそうですね試合でやるかどうかは別としてはい、サウスポー練習はずっとやってるんではいはい、ああいう形になりました今日は、はい、平本選手は前回怪我のコーでサウスポーに構えた、うん、で、オースで普段は戦うこともある、はい、今回はどちらで来てもいいようにというところもありますかサウスポーオーソドックスどっちの タイプともスパーリングをやってきたので、はい、僕としてはあんまりどちらでもいいというか、あ,のあんまり気にしないですね。多分いろいろ入れ替えてくるとは思うんですけど。スパーリングパートナーも揃えているて、ね、はい先ほどあの山津選手の試合の時に、気の毒だなということが出ました。はい、直前の6キロ変わるということは4キロ変わるか。やはり全然フェザー級の試合とは異なるものになりますかそうですね。あまりこう角が立つことを言うと。<laughs> あれなんて平本選手のファンも怖いですからねあんまりあれですけど、まあ、でも直前の4キロっていうのは1回忌ですよね、うん、1>, まあ1ヶ月前とかに4キロっていう風に変更があるんだったらまだ良かったかもしれないですね、山瀬さんとしてはただ、1週間とか10日ぐらいかな、2週間だったんで多分、体重も結構落としてたし全く減量してない選手と結構落としてる選手とそれがフェアかどうかっていう見方ですよね。うん、まあやってる選手が一番 分かると思うんですけどねなかなかこう世間ではそんなに分からないところなのかなというふうには思いましたね、その試合後のいろんなそういう反応とかを見てると。フェザー級ではつまり一勝なわけです、本来のフェザー級という階級では。フェザー級という階級では。本選手のあのテイクダウンなんですけれど、はい、彼があのスタイルの中で、基本的にはテイクダウン、ディフェンスに特化してる、つまり自分からテイクダウンをしてこないということに関して、MMA においてはどういう影響があるとか。 そうね、テイクダウンしてこないって事前に分かってれば動きやすいですよねこっちはもう最初の段階でもうその手札が見えてるような状況なんで動きやすいですよね、はい、間違いなくとはいえテイクダウンデフェンスは強いそれが金網で立ち上がることも試合でやっていくとあの分かってくるんですけど、はい、打撃がある組み技がある寝技があるって中で自分からこう組みついてテイクダウンしてっていう風にやっていくのって 思っているよより大変なんですよね練習ではみんなそうやってやっていくんでしょうけど実際相手を退治してできるのって僕はやっぱり時間がかかると思いますね、うん、まあ僕は散々アマチュアとかでもいろいろやってきてるんで分かるんですけどそれをだから試合で自分のやりたいことをテイクダウンに行きたい時に言って打撃打ちたい時に言ってっていうそこが難しいんですよねだから自分のスタイルってあると思うんですけどそこまでの完成度の選手だったらなかなか試合中考えちゃいますよね。 そそれはやっぱ29戦してきたからかそうです、ね、いろんな選手とやってきてるんで、はいはい、いろんなスタイルの選手とやってきてるしいろんな状況でも試合してきてるから経験だったりやられて感じることとかもすごい多いんですよね、試合って。